ついにここで頂点が決まります。ライブラ杯決勝。さあ、一番人気の紹介です。ここまで無敗グランプリウマ娘グラスワンダー。3番人気はこの子です。二冠ウマ娘千円スカイ。対抗するのはここまで無敗グランプリウマ娘6番オグリキャップ。真っ向勝負に注目だ。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。グラスワンダー現在最高峰、失策、はたまた狙い通りか。これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末脚があります。千円スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は千円スカイ、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は5番西のフラワー、1番シーサー、ライキシャトル8番オグリキャップ4番手、その後から1番西のフラワー、1馬身離れてファインモーション、少し離れて6番オグリキャップ、その後ろに3番オグリキャップ、そしてその外を回ってグラスワンダー。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち込まれた6番オグリキャップ、すごい足で上がってきた。グラスワンダー内で様子を伺うグラスワンダー、まだ抑えたままだ6番オグリキャップ、前を狙っていると。三川の舞台はこれから坂がある。外を回っていったのは6番オグリキャップ、飛び込んできた6番オグリキャップ、残り200、並んでくる大気シャトル、大気シャトル、ここで抜け出した先頭大気シャトル、しかし外は大気シャトル、今ゴールイン、やりました大気シャトル。強豪が集うこのレースを制し、ライブラ杯の勝者に輝きました。2着には声優スカイ、3着に入ったのは6番オグリキャップ。刻まれたんだ、まあ